まあ、テレビ観戦とかでしていった、あのー、人たちにもそういった、あのー、何かこうなんだろうスポーツにおけるこう素晴らしさとかこう障害がある人にもおけるなんかこう何か原動力になれるようなきっかけをこう発信できたんじゃないかなとは思っています。はい まあこうしてあの金メダル獲得したということとえまあ同時に自身が保持している世界記録をまあ更新したということなのでえまあとてあの2つの課題が達成したということは私としてはとてもこう嬉しく思っているしあのこれまであの大会に向けてあのまあトレーニングだとか、えー 体の調整だとかをしっかり整えてきたんだなというふうに思っております。まあまあ、最初に出場した 100m バタフライではあの、まあ、4位という結果であの、まあ、メダルにはあともうい一歩のまあ段階であったんですがでもそれでもまああのバタフライの方でもやっぱりあの、まあ、悔いはなかったしあのやっぱり本命の平泳ぎに向けて しっかり、あのー、気持ちの面とかもしっかり切り替えていってあの取り組んでいったので、あのー、そこは何でしょうやっぱりどん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 次へと次へとって向かっていくというような気持ちで取り組んでいきましたとりあえず唐揚げは食べたいと思っていますマヨネーズかけて。